他に質問の方いらっしゃいますでしょうか。すみません、共同通信です。はい。テレコムの方でも質問あったんですけど、新内閣、石破新内閣の質問に関してですね、はい、9日に解散をする見込みだというところが報道ベースで出てますけども、うん、野党の方はですね、予算委員会を経てからの国民の支援を取るべきだというところで、そうですね。まあ、その石破さん本人もですね、その総裁選に臨む前には、早期解散というところについては、うん、まあ、否定的な形が取っておられたような意見もあったと思うんですけど、まあ、この9日の解散というところで、どういうふうなことになっておられるか。そうですね、もう多くの方がコメントしている通りだと思いますね。これは僕らは常在戦場の気持ちでやってますので、解散が怖いとか今やってほしくないとかそういう意味ではなくて、みんな戦いの準備はできていると思うんですが、そのあれだけこう自民党の総裁選で当時石破候補自身が直ちに解散というのは考えていないというようなご趣旨で発言されてましたし、ただ、まあ、こうおそらく自民党としては一刻も早く解散したいっていうのもあったと思います。自民党や、まあ、与党の公明党さんからもおそらくあったと思います。それは石破さん その総裁選でのいわゆるマニフェストや考え方とは反するものであったと思いますし、でも結局それが決まってすぐに結局10月15日公示の10月27日投票に行ってしまったっていうのは、石破さんの筋の通され方としては、まあ、結局党利党略の方になったのかなと思ってしまいます、ね、多くの人が言っている通り、何をもって今回の選挙とするのか大義もよくわからない中で、結局今の支持率が下がらないうちに解散して選挙というイメージは、これは申し訳ないですが、おそらく国民の皆さんもそう受け取っちゃうんじゃないですかね。それでも大義を持って選挙に臨まれるというのであれば、やっぱり政治の金について、政治と金に関する選挙になると思いますけども、公約で掲げられた通り、しっかりと公表したりですね、きれいにしていくっていうのが今回の大きな争点になると思いますから、そういう解散が決まった場合はですね、そういう選挙にされるべきではないかなと思います。現時点で大阪の選挙に影響するとか、いいえ、だから いつ選挙になっても、これは僕らはどんな選挙でもそうですけど、いつ選挙になっても自信を持って全力で戦う、そのために日々活動するというのはこれ大前提ですから、別に選挙日程がどうなっても事務方は大変やと思うんですけど、政治家はもうそれはやる気満々で臨んでいくと思います。時期がいつになったら有利とか、そんなことは我々も考えません。もう決まった時に全力でやるしかないかなと思います。はい、意見集団です。次期衆院選が今月の27日に投開票の見込みになりました。はい、高市の会の幹事長として、この細田区内のご増税についてどう見られているのかと、またこう足元ではこう今の市長選などが厳しい状況が続いていますけれども、こう逆国なのかこうどういった選挙戦になりないとこう今見られているのか、幹事長の個人の考えを教えてください。いずれにせよ非常に厳しい、全ての選挙区において緊張感のある選挙になると思います。もちろん毎回の選挙というのは緊張感高いんですが、ここ数回の先日の仙南市議選はほんまに現地 の市議のメンバー、新人のメンバー、本当に地元しっかり回って全員当選でですね、議席増やして帰ってきてくれましたけど、やっぱり依然厳しい状況にあると思っています。いずれの選挙区もこれ余裕の選挙区なんていうのはもうありませんから、全ての選挙区において大阪19の選挙区は全て、取りこぼすことなく全員が当選できるように全力で戦っていきたいと思います。なんか別に情勢調査を今僕が手元にあるわけでもありませんから、数値として別に定量的なものはないですけど、非常に厳しい戦いになると思っています。特にこう逆するとそういったことは感じられてない。そうですね、でも少なくともここまでずっと経験してきた中で維新追い風どんどんの雰囲気とは到底言えない状況だと思います。ただもしその評価が厳しいものであれ、もうその時が本来の力の出しどころだと思います。一
一番しんどい時にどう戦えるのかっていうのが僕は実力だと思うので、しんどい時にみんなもうやめたんじゃなくて、しんどい時だからこそ一人一人が覚悟を持って有権者に訴えていくと、その姿勢を有権者は見てると思いますので、あの僕らが逃げずに戦えるかどうかだと思います。他に質問ある人は。朝日新聞の菅原と申します。はい、衆院選に関連してお伺いします。はい、争点について伺いたいんですけれども、先ほど幹事長その対立政治と金という言及もありましたが、改めましてその19の小選挙区で大阪維新としては具体的にどんなことを訴えてくるおつもりか。そうですね、これあの訴える内容についてはやっぱりあの党の政調会長の音喜多政調会長を中心にマニフェストを取りまとめられると思いますので、僕はあの早くあの意見交換会なんかがもしそういう機会があったらまたあの意見したいと思いますし、早くあの公表して、ぜひ戦っていきたいと思いますね。あの国政の争点だけ言うとそれはもちろん議論の点で言うと山ほどありますので、我々としてどこを強く訴えていくのか。ただあの世の中の大きな流れとしてはやっぱり今年、まあ、去年年末ぐらいから、まあ、今年に入ってあの自民党の政治と関連の問題でですね、あの国会も国政もぐらぐら揺れたわけですよ。でその流れの中で今この選挙を迎えることになりますから、なんかそのあの議論がうやむやになったままですね、その自民党の総裁が変わった勢いで選挙されるっていうのは僕は国民にとって有益なものとは言えないと思うので、やっぱりこう政治の管理についてどう思うのか、あの我々の政治家のお金の使い方をどうしていくのかっていうところをあの全政党が考え方を示して戦っていくべきだと思います。はい、他に質問ある人さんいらっしゃいますでしょうか。最後にすいません、何度も読みます。あのまあ、衆院選で基本的にまあ日本維新の会のマニフェストに乗っていくだとだとは思うんですけど、なんか大阪独自であの訴えていきたいと考えているようなこと、まあ、そういった独自のマニフェストを作るような考えというか、現実であるのかと伺いますか。あのね、いつも別に大阪独自のマニフェストというのは作ってなくて、これはやっぱり国政に関わるところなので、あの国政の問題点を中心に訴えていきます。ただあの我々としてあの国政の話しかしないわけではないので、例えば今の万博の状況やあのこれからの IR の取り組み、大阪のにぎわいをしてまた税収を増やしてこういったところに投資していきますというビジョンは地方議員や私もあの語ることはあるかもしれません。ただ国民の皆さんが投票するのはあの最後はあの国の制度がどうあるべきかというところだと思うので、これに関してはあのまず国政のマニフェストをしっかり訴えていきたいと思います。はい、関西テレビの方です。はい、昨日あの大阪で自民党と公明党が初めて合同で勉強会を開催したということがありますので、あの新鮮 の, あの高い人が決まっているこう自民公明党の一番となっていくという姿勢を見せていますが、これも動きについてはどうですか。与党もやはりね、連立政権とか自公はあの組んではるので、まあ、それは勉強会もされるでしょうし、あのそれがあったからどうということはありません。あの我々としてはもうただひたむきに僕ら候補者が有権者に対峙して何を訴えてどうあるべきか、これについて集中して喋るなということを長すぎ、ごめん、あの止めといてもいい。強制したことだめっちゃいいとこやあの維新の候補者はもう有権者にあのもうただひたむきに接してあの主張していく、それに尽きると思います。今回そのまだ大阪で初めて自公税の報道というのが、まあ、初めてというところがまた今後の意気込みというか見えるところなのかなと思って、そのあたりの今度の意見。いえいえ、もうでも元からその我々の選挙に自民さんが応援してくれるとか公明党さんが応援してくれるっていうことを候補者考えてるかというと あんまり考えてないと思うので、そこはあのまあよりあの一致団結してあの相手陣営がやってくることにさらに緊張感というのはこれ当然ありますけど、
多彩性になりますが、もう僕らがどうあるべきで何を訴えていくのか、ここに集中していくべきだと思います。あまりなんかそれにうろたえることなく、逆に我々自身はどうなのか、我々自身が有権者にどう見られてて、どこに向かっていかないといけないのかっていうところに集中して主張していくべきだと思います。有権者はそういう維新が見たいと思いますけどね、僕は、うん、お前らはどうしてくれんねん、この国や大阪をというところを力強く訴えていけるようにしたいと思います。はい、大丈夫です。はい、お疲れ様です。